気ままな隊長の実況部屋。気ままな実況部屋へようこそ。どうも、だいぶ不定期活動中の隊長でございます。ドラゴンクローブラスト続きをやっていきたいと思います。ということで、まあ前回の投稿がね、もういつだったのかははっきり覚えてないんだけど、11月の半ばくらいだったと思うんだよね。めちゃくちゃ久々なんですけれども撮影自体がね、さらにもっと前で10月の下旬なんだよね、確か。だからね、プレイもめちゃくちゃ久々なんですけれども、やっていきたいと思います。で、裏の作業で、レベリングをまたしまして、62まで上げました。本当はレベル60にしようと思ってたんだけど、経験値がね、必要経験値がみんなバラバラだから、なんかキリめちゃくちゃ悪くなっちゃったんですけれども、62で揃えました。で、前回ここ闇の神殿だっけ、に入ろうっていうことになってたはずです。行きましょう。そうだ、闇の神殿だ。で、めちゃくちゃ久々だこんな BGM だったっけ、闇の神殿って。闇の神殿ってそのドラゴンクローの時にもね、来たことはあるんだけど、こんな BGM だったっけ、覚えてねえな、とりあえずここ早くリクなると、自動戦闘だから楽ですね。ということで、なんだっけ、これを踏むと確か MP が減っていくんだったような気がするよ。どっちにしろ減るんだよなここに宝箱っと。さあ何、多くなんかに絶対負けない。やってっか。操作はあんまり覚えてないけど、目標点数は何時、27。行こう。OK。 さあて結果は35、私の勝ち。声をね、覚えてねえんだよな。バスグリップバスグリップ回復系だろうな、バスがついてるから。バスグリップは2上がるね。ちょっと1回、もともと何ついてたお前見てなかったけど、第一属性操作時名刺シスリーの効果追加で HP 回復に味方単体。なるほど、回復だったらエレジアにつけておいた方がいいのかな。じゃあ、おあれな、こんな構造。ああそうか、前回カリンと、そっか、みんなで来て進めるようにしたんだっけ。そのまんまなんだね。じゃあどうやらこの階の奥の方にはすでに進めるようになってるみたいだね。さっさと進んじゃおうか。とか言いながらも、どうせ宝箱あるんだろう知ってるよ、どうせ宝箱あるんだろう。懐かしいな、こういうのあったね。ねえ、何これ、前回の使い回しああ、不安と睡眠向こう、前作の使い回しのマップだなこれこの妙は仕掛けなんだろう聞いたことあるな、デジャブだなよし、特にあんまりいいものもなかったので行きましょう。これってなんだっけ。あ、そこに飛ぶのか。これでテイモンが使えるようになって回復して、あ、なんかさ、前作さ、なんだっけ、なんか魔王みたいなやつが使い魔を出して、次は我が戦ってやろうみたいな感じになってたような気がする。そいつか。この先には確か、気をつけて進まないと。目の前の扉を開く。 Open the door. Let's go. Oh yeah. Oh yeah. 一番奥まで来たね。紫のクリスタルがあったところ。もちろん今はないけど。さて、ここには奴がいるはずだけど。我を奴呼ばわりとは、舐められたものだな。どこからともなく声が、一体何者なの。懐かしい、いた、こんなの。貴様らが再度ここに来ることは予想していた。思っていたよりもずっと早く来たようだが。あら、知り合いだったの。
いや、知り合いというか、なんというか、前に来た時会ってたんだよね。さて、お前らがここに来たということは、私と命のやり取りをする決心があるということだ。ああ、そういえばそんな話あったね。すっかり忘れていたよ。もちろんいいよ。でも、私たちが勝ったらクリスタルのことについていろいろ教えてもらうからね。問題ない。死神の技に魅了されて、なお聞く余裕が残っていればだがな。そっちこそ、私の銃撃に耐えてみなさいってね。3人か重なってるけど、で死神デウ ソウルサイズ、あ、上に名前書いてあるじゃんちょっと結構忘れてんな。マージデスカさんだって。さて、じゃあどういこうかとりあえずビクビクさせとくか。エフェクトレジストかかんねえ、あいつニードねえわ。お、かかったっぽいぞ。よし、TP を貯めたいからほい。闇のやつに闇属性ってレジスト、サイドレジストだけど、ボスさんにはあんまりレジストではないみたいだ。北電、サイドを先に倒したいよな。これで倒せんじゃねえか。あ、倒せたわ。これでこっち倒せねえか。あ、倒せた倒した。意外と倒せる。で、特技でキングダムマル TP を100まで全員貯めたいね。とりあえずこれでいけるでしょう。眠ってるしね。これでもニードねえ、聞く。さすがに効かないよな。耐性ついちゃうよね。表示、あ、表示が出てないけど二度寝して、え、寝てんのこいつえ、寝てるこいつ。シールドカット、ハイド、闇クラッシュ。あ、痛いあ、ちゃ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 、キングダムバリア、これはどう？オッケー、これでインフィニティ、今だ。そんなに効かないんだよなインフィニティ、カリンのインフィニティはね、単体火力よりも全体火力の方が高いからさ、単体火力には向いてないんだね。楽勝オッケー、レベルアップ。お年玉落ちたな参った、私の負けだ。以前と比べてだいぶ戦いの腕を増したようだな。どんな問題？約束だ、答えられる範囲で質問に答えようそうだね。それじゃあ、ここみたいな神殿にあるクリスタルって一体どんなものなのか説明してほしいな。神殿のクリスタルは昔に賢者四天王の一人レイナによって作られたものだ。他の神殿にあるものも同様に作られた。賢者四天王というのはそれだけ行動力のある魔術師だ。クリスタルはそれぞれ固有の結界を発生させ、範囲内にある町に魔物が近寄らないようにさせていた。間接的にマジックフォールの周期を長引かせる効果も見られたことも知っている4つ集めると願いが叶うものじゃないの？それとも私の読んだ伝説が嘘だったの？それは事実ではないと言いたいところだが、クリスタルの核には受けた者の才能を発現させる力がある。そういう見方をすれば、各神殿のクリスタルを見つけるのは意味のあることで、冒険者としても目的になるだろう。手元に集める必要はないように思えるが、伝説というのはだんだん形の変わるものだからなそうか、もしかしたらセレナがクリスタルに触れた時の様子がおかしかったのはそのせいだったのかも。彼女の名はセレナだったか。今日は行動を共にしていないようだな。うん、行方不明なの。一生懸命探しているんだけど見つからなくて、居場所が分かれば今すぐにでも迎えに行くんだけどクリスタルの加護に関して明らかな影響を受けたのは当然だ。
彼女は魔法に関して高い適性を持っていたのだ。なぜなら彼女は賢者レイナの娘だったのだから。え、最後に大地の相当のクリスタルが魔力の反応を示したとき、彼女の存在感を感じたのだ。そのときクリスタルはお前たちによって回収されたのだろう。もっと早く確信が持てればよかったのだが。そういえば水戸の神殿前で出くわしたサリーとかいう女も賢者四天王を名乗っていたわよね。賢者とクリスタル何か関係性があるのかしら。そのことなんだが、この頃賢者どもはいくらか不自然な行動を起こしている。これは私の予想なのだが、マジックフォールのような現象を能動的に扱い、あらゆる権利の掌握を狙っていると見た。今は密に行動しているが、死神の目はごまかせんごまかせん。いずれお前らの目の前で器用を向くだろう。クリスタルについてはもしもでも奴らの手に渡してはならん。ろくなことにならんだろう。そうなんだ、知らなかった。何も。あと彼女の居場所は私もわからない。紫のクリスタルが神殿を離れてからだいぶ時間が経過してしまったからな。その代わりといってもなんだが、お前らにこれを渡しておく。お？ワープ玉。ああ、セレナが持ってたやつだっけ。本来なら魔法の扱いが優れたものしか扱えないものだが、すでに私が手を加えて常人でも扱いやすいようにしてある。ぜひとも彼女の捜索に役立ててくれ。いいの？いいの？ありがとう、死神さん。ワープ玉は遠隔地への転移が可能となるアイテム。今まで訪れた町への移動手段としての利用が主。メインメニューから使用可能。転移な可能な場所？ごじってます。マッツアップさん、ごじってます。転移可能な場所はシナリオ進行によって変わります。またシーンによっては使用できないこともある。話はこれでよいな。そう落ち込むでない。死を司る私が知らないくらいなのだから、彼女は死んではいないのだろう。私は立場上、お前らに直接協力することはできない。自らの力で、自らの目的の達成に挑み、あがき、戦うがよい。お前らが死んだときは悪いようにはせん。まさかセレナの まさかセレナのお母さんが賢者だったなんて。どうせセレナはこのことを私に相談してくれなかったんだろう。きっとセレナだって気づいてなかったんだよ。普通ど田舎出身の自分が賢者の娘だって思うはずないだろう。それはどうかしらね。セレナにも自覚は少なからずあったと思うけど、ここの死神さんがの話から思うのよ。カリンたちがクリスタルを集める過程で少しずつセレナは自分のことに気づいていたはずだわ。セレナ、どうして私に言えない理由でもあったのかな。ああ、もう落ち込むなってカリン。そんなこと本人に聞かなくちゃ分かるはずないだろう。結局セレナを見つけないことには始まらないさ。せっかく便利なものももらっちゃったわけだし、それ使ってまたいろんな場所回ろうって。そうすれば絶対見つかるって。ほらカリン今日はよく裏返るな。カリン試しに使ってみてよ。初めてなんだろ。そうだね。それじゃあ特に行きたいところもないから、港町メイヤスに戻ることにするね。使い方はこれでいいのかな。お、そこに来るんだうんうん、ちゃんと使えるみたいでよかった。これで捜索がだいぶ楽になりそうだな。探索かそうだね。死神さんには感謝しないと。とこんな時間だし今日は休むことにしない。そうね、気味がいいし今日はこの辺で休んでおきましょう。おや、そこにいるのはカリンじゃないか。どちらさん。マラングさん、なんか聞いたことある。誰だっけ、もう覚えてねえやなかなかいいところに来たな。あ、マラングさん、いいところってどういうこと。カデありがと洞窟に入り口の岩をやっと取り除くことができたんだよ。
これで工房の奴らは大助かりだろうな。おお、そういえばこの洞窟で取れる鉱石を部品の材料に使うことも結構あったような。いやー助かるね。もう安全だから中に興味があるなら入っていっても問題ないぞ。と言っても見どころなんてあまりないけどな。だってさ、カリン、もしかしたら何かあるかもしれないし、行ってみる？うん、行ってみよう。と言いたいところなんだけど、やっぱり今日は遅いから休んでからね。また裏返ったよね。行ってみよう。久々だから喉のお調子があまりおよろしくおないよ。お。わかったわ。それじゃあ明日の朝またここに来ましょう。ドラゴンクローブラスト。翌朝。よーし、準備万端、早速乗り込もう。なあ、大丈夫か、カリン。この前のこと。カデアリゴトで倒れたこと？でも、ここで進まなきゃ他に行くところもないし。大丈夫。今度は絶対に負けたりしないもん。神殿の付近だから、できるだけ調べておきたいしね。さあ、出発進行だよ、二人とも。その前にカリン、お客さんの相手をしないと。え？トランドさん？おいカリン、依頼人との探索は逆方向の地方じゃなかったか？それどころか、どうしてその洞窟に入ろうとしている？それは、これには目安感より深い事情がありまして。まあまあ、そこは私たち美少女に免じて。いくら依頼人といえども、依頼内容にない場所がある場所にまで同行する道理はない。引いてもらおうか。はあ、女の子が頼んでいるのよ。いいじゃない、それくらい、ボンクラ。おい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 、ダメだって二人とも、喧嘩しちゃう。そうだよ、やめてよ二人とも。私が隠してたのが悪かったからさ。うん。それで、なんでその中を進もうとしているんだ？そっちにはお前の故郷の。それでも探索したい理由があるの。もしかしたらだいぶ時間が経ったから何か変化があるかもしれないし。そうか、その顔、覚悟はあるような。幼なじみのセレナのことってところか。しょうがねえ、俺も一緒に行ってやるよ。え？トランドさん一緒に来てくれるの？よく育ち草がマジックホールで剣並み枯れたとはいえ、レバーナルから何も情報がなかったからな。カデアありがとのことは俺も気になるところだ。それに一応お前は俺の後輩だし、ちゃんと実力つけているかも見ておきたいしな。ちょうど仕事もさっぱりしたところさ。ありがとうトランドさん。それじゃあ後輩として頼らせてもらうね。トランドを仲間にしたそうやって仲間になるよね。私の名前はエレジア。それなりに魔法が使えるわ。よろしく。そういえば私も初対面だったな。私の名前はフェリ、オスナブレン工房からついてきたんだ。あ、銃持ってるしちゃんと戦えるから安心してくれ。ああ、すまない。よろしく頼む。それじゃあ出発するが、カリン、無理はするなよ。うん、大丈夫。危なくなったら町に戻って体勢を立て直すようにするよ。それじゃあ改めて出発進行。はい、じゃあということで一旦、はい、ここで時間も多分ちょうどいいくらいだと思うので一旦終わりにしたいと思います。ちょっとねちょっと久々でお聞き苦しかったかもしれないんですけれども、申し訳ないんですけれども、またね続きやっていこうと思いますので、次回からもぜひよろしくお願いいたします。ということで、最後にね、ぜひチャンネル登録まだある方はお願いします。Twitter とかもやっておりますからねTwitter などもやっておりますので、概要欄のリンクからぜひフォローなどもよろしくお願いいたします。もう久々すぎて口が回ってないねということで、また次回お会いいたしましょう。今回は失礼いたします。それではバイバイ。